どうもショータイムゴルフです。太平洋クラブ市原コースに来ました。今日のメンバーは何時これ大丈夫抜けない抜けれないダウンはい、な、マントビ曲がるとき飛ぶよね魔術師だからいや、左だね左だ、抜け抜けたバンカーだよ、この奥のバンカー大いに左だね見せてくれよ笑わない方がいい笑うと距離落ちるちょっと左だな。いいぞ、俺もう一発ずつが合うんだ。ボールかと思ったらないけど。ふわふわ。虫かと思ったらないけど。虫かと思ったらないけどだった。ボールかと思ったらないけどだった。, 笑いの絶えねえ。ラウンドだな今日は本当に。俺こんなに笑うの久々だったよこれやっぱ俺仲良く羨ましいぞあ、こっからも行けるっていうね、うん、あ、なんか絶好のチャンスだよ、バンカー、うん、バンカー用もう笑わせないでくれよバンカーじゃないけど64だそう力を発揮するラフからもね、うん、ラフからも力を発揮する力発揮してんのいやこれいいよいいんじゃないいやいいいいサンキューだってその3だねいや5ダメだいいんじゃない？うん。飛んだなこれ。ショータこれ飛んだな。飛んだわ。もうちょい飛べば試せたのにな。確かに。それ何度？58度。うん、わかんない。64。64度。あ、そっか今交換したのか。間違いな。ちょっとダメだこれ。ピンオク。ピンオクだね。オッケー。あ、むずいねこれ。見せて見せて。ちょっと見せてよ。見せてあげるよ。プロの技を。待っててね。うん、うまい、うまいね、これもいいんじゃないのどうこれねすごいスピンかかるから入ったね入ったナイスありがとうイーグルあいいんじゃないあ全然よくねえわ全然よくねえわヤグ入れ何パットマン強攻めるねあーちょっと弱いね短い短いパターが低身長用背の低いため人のためのパターみたいなうん切れるよね市原結構切れるよ、ね、はいやっぱナイスなんだやらんとやっぱスコアいいわおかしいなおかしい楽しいんだけどな左だけじゃん78ヤード、うん、俺が打てばさああフォロー吹くからさ左の池気になんないんだよ、うん、激上げ細かいことは気にしないんだ左ね池があるんですよねだから右のラフに打てば全然セーフ刻まないっすはい池
これは行けでしょ。いいんじゃない。さすがに行け。さすがに行け。いやでも笑ってかんない、わかんない、わかんない。風が止まれば行ける。風が止まればね。アゲンスト強いな。これ大丈夫だ。全然大丈夫。え、翔太。池の右のペアで。果敢にドライバー。うん。あれ前回俺あの池越えなかったっけ？越えた越えた。越えた。よく越えたね、でも。越えるだろあんな。そうだわ。うん。ナイスショー。T がない。あるよ。なんでいつも T ないんだこいつ。ボールあっても T がない。T がないからナイキだった。うん。そのうち星かと思ったらナイキだったとか出てくる。雨かと思ったらナイキだった。今日の天気予報はナイキでしょみたいな。おー、いいね。うまくいなしたね。晴れのちナイキ。あー、完璧だね。ちょうどやっぱ飛ぶだけじゃダメ。あー、ダメだね。飛んで曲がらないことこそが、うん、QT を制する。そうそうそう、サードに期待してるよ。サード余裕でしょ。ああ、余裕だな。問題はツアーだよね。ああ、なるほどね。ああ、ツアーとなるとやっぱレベルが違う。そうそうそう。チャンキム。チャンキムだね。あれ、ドライバー持ちすぎなんじゃない？いかみたいでしょ。俺が言うのもなんだけどさ。ちょっとドライバー持ちすぎだよね。なんからのアドバイスは。ドライバーちょっと持ちすぎ。なんか俺の1球目あるんじゃね？あれ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 。超えてる。あれボールじゃん。超えてる。やっぱ俺は俺が打つとフォロー吹くんだよな。さすが俺だよな。だからみんなの感じてるアゲンストってのは俺にとってはもうないんだよ、ね。先まで行く。かっちゃん何がやばい？飛距離が。飛距離がやばい。あそこまで行く？行くだろ。いやいや、俺が打つとアゲンストなくなっから運の良さが違うんだよね。まあだから言ってしまえば。かっちゃんは380ヤードの距離は持ってるのよ。持ってんだよ。ただもう運の良さがマイナス150くらい。そうなんだよね。運の良さでちょっとね俺に負けてるというか。僕はね、うん、あ、いいね。これ超うまいんじゃない。ナイス。うまい。やっぱカンが取ってくれると違うわ。でしょ、やっぱ俺後ろにいると心強いっしょ、うんうん、すごい安心感ある。うん、わかる。翔太だとちょっとそわそわしちゃうもん。でしょ、うん、翔太いるとちょっとアゲンストになっちゃうんだよね、うん、アゲンストっていうかさ、やめてくれよって感じ。そう、アゲンストがそのままアゲンストとしてしか捉えられてないんだよね。翔太は翔太でまたなんかいいところに打ってきたよね。そうだね。うまいわ。俺もう完璧な場所だったね。全身4度ぐらい。そうだね。マジスだったんだけどな。お、うわ、あ、なんかドロップしてんな、球が。フライヤーだ。ナイス。ナイス。うま。うめえな。あ、どうぞ。やるな。あ、やっぱこれがショータイム。ショータイム。あ、いいね。あれはじゃあ何？あれやっぱショーだよ。やっぱ俺運がいいんだよね。60。やっぱ俺構えるとさ風変わるよ、うん、今変わったわ、ガラッと。お、いいね。うわ、素晴らしい。調子の良さしかない。あ、調子もうここ 4,5 年いいからさ。お、ありがとう。チャンス、バーディーパット。ありがとう。じゃあ行く。バーディパット。すげえとこついてる。ボールをボールでマークするっていうね。これが何、ショータスタイル。ああ、切れたね。切れた。これも切れる。いや、切れない。ああ、切れたな。俺の代理曰く心が曲がってるんだよ。あの代理の野郎なんかさ、全然俺と正反対の人生送ってるよな。そうだね。言うことはね、いつもね、全く違うことやってる。
早く男になった方がいいよね。まだ慣れてないからね。あ、まだ男に慣れてない。今度代理となってやるか。あ、175ヤードだんだん PGA 化してきた。9番、ピンはちょっと奥かな。届け。あもったいない、アンダーできてたのに。何番？缶の反対。違うよ、これぶん投げた水野だよ。普通に当たった、あれ9番。9？ 普通に当たったよ。多分ちょっと過信してた。お、フェード。弱いね。なんで？なんか飛ばないね。怖い。インテンショナルフォロー使うか。ああ、あ、ダメだ。注意吹け。滑った。いやでも届いてないな、多分。届いてない。二打目。なんか上げてんだね。ここはなんかよくわかんないけど。いいんじゃない？ああ。あ、弱いか。ずっと弱い。弱い。パターがちょっとな、違うな。そろそろあのパターの出番だな。そうか、なんで使わないの？え？今日あるのあれ？あるよ。あ、そうだ。見たい。見たい見たい。だよね。俺も見たい。そろそろ出すか。うん、出そうよ。うん、せっかく次パー5だしな。うん、あ、そうだね。あれ前回も、前回も次のホールでやってなかった。うん、パー5でティーショットドライバーってちょっともったいなすぎだろ。ちょっと見すぎじゃね。いや、ちょっと見すぎだね。かっちゃんのパーパット。パーパット。はい、はい、パーパット。なんでも使えるな、便利だ。はい、結構使いやすいよ。あー、切れた。杖入って、ちょっとアグレッシブなパッティングするよね。あー、なんでもいる。いやー、トリプルボギー。そうか、次のホールオーナーだよ。ナイス。ありがとう。やったな、念願のオーナーだぞ。今日ちょっとボールの調子悪かった。ここまでちょっと悪かった。このホールから息を吹き返す。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。俺が打てばさ、フォロー吹くからさ、左の池気にならないんだよ。激上げ。細かいことは気にしないんだ。左に池があるんですよね。だから右のラフに行っては全然セーフ。